キロマノ、この場所に座ったもんが日本のヤクザの頂点に立つ。ここで話す言葉一つで日本中の極道が右にも左にも動く。それが近江連合のドンの価値や。もうそんな時代じゃない。それはお前も分かっているはずだ。分からへんわそのエナモン。一度でも登場界のトップに立ったあんたにはどうでもええことかもしれん。せやけど俺らみたいなヤクザやることでしか生きていかれへん連中にはここしかないんや。ここが生きていくために必要な夢なんや。夢か。あんたみたいにてっぺん取ったエリートには分からへんやろな。お前らが勝手に奪っていったもんの大きさが。分かるさ。なんやと。いくら名を消してもいくら自分を偽っても根は俺も同じ。てめえより強い奴がいると聞けば喧嘩して倒したくなる。自分が一番強いということを証明して勝ち誇りたい。そんなもんだ。せやったらなんで大解散なんぞに手貸したんや。なんで俺らからヤクザの夢奪ったんや。簡単だ。俺らヤクザモンが持っている夢なんてのは毎日を必死に生きている人たちの夢に比べたらゴミみたいなもんだからだ。せいで最後の最後に全部ぶち壊しや。お前だけはこの手で始末したる。その後は沖縄のガキどもや。俺を揺さぶってるつもりなんだろうか。お前とはここできっちり片をつける。どんな小賢しい真似してこようがな。はあ、その言葉全部そっくり返したる。何が伝説の極道や。全員まとめて首さらしたるわい。
しぶてえな。伝説もここでしまいや。何を見下ろしとるんや。近江連合は今日をもって解散や。お前らがいくら吠えても親父や東条会を止められんかった。こっちの勝ちや。ええ勝負やったな。褒めたるわ。行くで。もうここでやれることはない。渡せ。よかったらお送りしますよ。また渡瀬さんの新しい着替えも持ってきたで。本当に気が引くな。さあ乗ってください。多分全員乗れるでしょう。あんたやってくれたな。大道場ペテンにかけるなんてよ。たかが極道にしちゃ大したもんだ。個人的にはこのままぶっ殺してやりたいとこだが、いいエージェントになるから生かしときだとさ。これから一生きっちり首をはめてやるからな。安心しろ。西谷も一緒だから寂しくねえぞ。